いいお断捨離してキャンピングカーでキャンライフ中のカタカタ55ガッちゃんとむっちゃんです。キャンピングカーで日本一周する生活も500日を迎えまして、はい、まあ幸いなことに結構ね、見ていただける方も増えてきているので、はい、いいタイミングだと思い、はい、改めて自己紹介をしていきたいと思います。はい、ます。まず私たちは何者で何をしているのかですね。はい、はい、私たちは家を断捨離して中古キャンピングカーを拠点にして日本一周をしている夫婦です。はい、はい、車が関係するジャンルは車中泊とかバンライフが有名だと思うんですけども、私たちがキャンピングカーで旅をしているのがどうも車中泊バンライフではちょっとしっくりこなかったんですね。そう、しっくりこなかったので、キャンピングカー×生活のライフですねを合わせてキャンライフという造語を作りました。はい、で自分たちの生活スタイルを表現するキャンライフでございます。はい、でもこれからね、ハッシュタグでキャンライフ、はい、どんどん発信していきたいと思ってます。はい、そしてそんなキャンライフをしている私たち2人、ガタガタ55のガッちゃんです。1974年10月16日安直間違ってるよ、天秤座の45歳です。はい、血液型は O 型で、東京都出身です。はい、まあむっちゃんの旦那でございます。キャンピングカーの車部分、まあ、運転も含めて、まあ、僕ガッちゃんが担当しています。主に運転と車両メンテナンスをしています。そして普段は旅以外は、YouTube の動画を作成をしています。ガタガタ55のむっちゃんです。1985年12月生まれのいて座、34歳、 B 型で、神奈川の超ど田舎出身です。ガッちゃんの嫁でございます。でキャンピングカーの生活部分は私の担当です。まあ、主に食事を作ったり、そして旅以外では普段キャンピングカーとかバンライフのウェブマガジンさんでライターのお仕事をさせていただいてます。車旅やバンライフ、それから夫婦の動画を出されている方は若い方が多い中、もう一気に平均年齢を上げているオールドチャンネルになっております。ね、うん、はい、出会いは元いた会社です。うん、まあ、僕は営業、私は工場勤務で、まあ、元々違う部署で仕事をしていました。まあ、業務がきっかけで、まあ、お互いの存在は知っていたんだけども、まあ、まさか結婚するとは。はい、仕事ではかなり猫結構、まあ、まさか結婚することになるとは。まあ、それはムスってしてて、まあ、最悪でしたよ。あのね、あれはさ、当時の上司が突然ね、突然16時ぐらいに、今日営業の人たちが勉強会に来るからちょっと残業しろって言われたのさ。で、まあ、実際に勉強会に来たのが、まあ、営業の男の人たちばかり、ほんと100人200人とかいう規模だよね、多分ね。あ、まあ 100人ぐらいかな。あ、100人か。まあ、そんな規模で来られたら圧倒されるさ。で、私はこの人がガッちゃんかって
ていうのを分かってからの認識は怖い系の人だなって思ってた第一印象が。で他の職場の男の人たちは結構群れて仲良し小良しみたいな感じでなんかなあなあに仕事してる感じがある中、なっちゃんは結構変にそう群れてなくて一匹狼みたいな感じでかっこよく映ってたけど、あの怖かったのが大前提です。はい、どうするよ。そもそもプロポーズ以前にあの付き合おうっていう明確な言葉はなかった。え、そうだ。そうだよ。そうだよ。でプロポーズはちゃんとしたのは私からですね。で私たちあの再婚夫婦なんですけど、まあ、入籍とか結婚っていうその形式をそこまで重視していなくて、でプロポーズですが仕事を辞めて一緒にキャンピオンカーで日本一周をしよう、キャンピオンカー買う、うん、ってなった時に、そうだね、私のその誘いがなければ入籍していなかった。あ、そうね、入籍はいやしてなかっただろうね、うん、うんうんうん。やっぱどうしてもキャンピングカーの、まあ、車庫証明ね、あのちゃんと駐車場に、ね、ないといけないですから、それの車庫証明の絡み、うん、まあその兼ね合いもあって、だからまあ、そうそう、名義も、まあ、その辺の諸々のこともあって、まあ、書類上ね、まあ、こういった形で、まあ、夫婦円満に、おい、ちょっとおかしいだろ、それ。まあでも、そもそも、まあ、むっちゃんが病院にかかる関係で、もし何かあった時に、まあ、ちゃんとした夫婦関係、ね、夫ですっていう風なのが、書類上としてもちゃんとないと、いろいろ後で面倒なことになるっていうのもやっぱあって、まあ、結婚した方がいいんだろうなっていうところもありました。まあ、どっちみちゃんの色気も夢も希望もない感じの本当なんもない感じですね。というわけで、まあ、結婚式もだし結婚指輪もないし、うん、早く YouTube の稼ぎを作ってもらってとりあえず何かしたいな。そうだね、うん、何か気になるよ。うん、って思ってます。私はとにかくこの私を優先にしてくれる、大切にしてくれるっていうこの懐の広さに尊敬します。であと対人関係がうまいのでそれも尊敬する。ただ仲良くなるとあのあんまバカさ加減を出すなよで心配することはあるけど対人関係うまいと思うと、やっぱりあと手放しで愛情を注いでくれるところが好きです。まあ僕の方は好きなところというとこう何事にもひたむきなところ、うん、っていうところかな。確実に僕が行動する要因の一つはまあそういうところがありますね。まあ尊敬に値します。とにかく良い意味でね、良い意味でちょっとずつ盲信って言えばいいのかな、うん、あのよくイノシシ年って聞かれるんですけど私、うんうんうん、牛年なんだけどよくあのむっちゃんの牛は和牛じゃなくて水牛だねって言われますね。はい、わかる気がする。まあ、喧嘩とは違うかもしれないけど、まあ、仕事モードになるとねお互いきつくなるっていうのがあります。まあ対等にぶつかり合っているので、まあ、割と喧嘩っぽくなるのかね、うん、あと絶対的にあの元々の脳内構造が違うのでニュアンスや受け取り方の違いでイラッとすることは多分お互いあると思う。イラッとすることとか悲しく思うことはお互いあると思う。まあ人間なんでね。でガッちゃんはその理由とか原理を説明してから答えを教えてくれるんですけど、私はそこまで集中力が長く持たないので聞いてるうちに
何が答えで自分が何を質問してたかさえも分かんなくなっちゃう。あの味噌ちょっと小さすぎてやばいよねうちね。まあ、むっちゃんは答えをドーンって出す前にその説明やフォローがないから、なぜそれが必要なのかとか、んーとこまで割とそれで言い合いっぽくなることがまああるかな、うん、理解できずに釈然としないまま、結局違う方向にちょっと向いちゃったりとか、でもこれはお互いそのことにまあ気づいてたりはしているので、まあ、どんどん掘り下げて、まあ、理解し合っていけると思ってます。はい、まあ、大丈夫だね。はい、うん、私は会社員時代、特にガッちゃんが忙しくて生活がすれ違ってばかりでものすごく不満がありました。できることならずっと長く2人で一緒にいたいと考えていました。だからもともと55歳くらいになったら早期退職を考えてました。でちょっと掘り下げた話をしちゃうんですけども、直接的きっかけとなったのは、まあ、私の病気が併発してしまったことです。本当はね、大好きで憧れてもう第一希望でっていう企業さんから内定をいただいて入社できたんですけれども、まあ、病気の併発きっかけに退職しました。で多分今の医療だと定年の年までは生きられないって言われてしまっているので、まあ、昔から夢だった退職したら日本一周という夢を今前倒して叶えている途中でございます。チャンピングワークス社のオルビスユーロ、ゆうちゃんです。はい、2007年生まれの13歳、うん、男の子です。え、女の子でしょ。え、そうなの。ゆうちゃんの前の車はホンダの N-BOX、カスタムでした。車中泊をしながら年に数回、ね、旅をしていました。本当は N-BOX が、まあ、最高すぎてすごい良かったよね、うん、なんだけどどうしてもトイレがつけることできなくて、ガッちゃんが今話した通り、まあ、旅を始める前にいろんなビルダーさんに座席の下にどうにかマルチトイレ、ポータブルトイレを乗せてもらえないか収納できないかっていう相談をしたんですけれども、まあ、座椅子はね、安全面いじっちゃいけないっていうことを知り諦めました。むっちゃんの体のことを考えると、まあね、まあ、ゆうちゃんになりました。はい、いえいえ、周りの友人と比較しても結構な発給だったので、っていうのと私が奨学金を借りていたので結構ストイックな生活をして貯金していた結果が今です。本当同世代のやっぱ女性に比べるとやっぱむっちゃんはストイックだよね、うん、まあ、化粧系なかったりね、服とかも贅沢しないので、そう、服とか、まあ、美容院とか、まあ、女性だったらねこう行きたくなるようなこう贅沢とか全然しない人なんで、うん、コンビニで物を買うこと自体もう贅沢っていう、本当にコンビニで買い物 もうほとんどしないもんね、うん、まあ、髪巻いたりとかネイルとかしたかったけど、うん、我慢して貯めてましたね、うん、まあ、本当のお金持ちの方は家もあってキャンピングカーもあるっていうことがほとんどだとは思います。ああ、まあ、うん、で私はまあ家も子供も選択せずに今の生活を選択していますね。2020年3月末時点でね、うん、あと残すところは北海道、沖縄、はい、奈良、はい、の3つがまだになっています。はい、奈良は私も、まあ、ガチャもね歴史が好きなので、はい、奈良ってやっぱ歴史が固まってると思うので奈良はゆっくり見たいなと思って取っといてあります。はい、あと離島、ち
ょっとフェリー代が稼げるようになるまで少し待ってもらっていいですかね。早く稼げるようになってください。頑張ります。はい頑張ろう。あんまり考えてません。もう一回行きたいところがたくさんあるし、うん、ここ住みたいと思うところもあったし、まあそういうところを順番にプチ移住っていうのも一つの手で考えた方がいいのかもしれないよね、うんうん、あと8年は旅は続けたいかなって思います。まあ長く一緒に幸せな道を歩むっていうのをね、うん、考えてみようね、うん、こんな感じかな。自己紹介はい、はい、ということでこれからもカタカタ広報どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。